ルーベンスによるトーマスパーの肖像画、オールドパーはイギリスの酒造メーカーディアジオの子会社であるマクドナルド・グリーンリースが製造するスコッチウイスキーのブレンデッドウイスキーの銘柄である。その名前は150歳以上生きたと言われるイギリスの農夫トーマスパーにちなみ、ラベルにはルーベンスによる肖像画と彼の生物年がデザインされている。マクドナルド・グリーンリースが製造、ディアジオが販売、 19世紀末にアレクサンダー・マクドナルド社とグリーンリース・ブラザーズ社が合併して製造元のマクドナルド・グリーンリース社が誕生した。日本では1873年に岩倉智美の欧米施設団が持ち帰ったウイスキーとして知られ明治天皇に献上された。吉田茂や田中角栄が安飲したことでも知られている。スペーサイドのクラガンは上流所の原種が キーモルトとなっている。フルーツのような甘い香りとまろやかな口当たりが特徴である。ウイスキーはグリーンリース兄弟が考案した独特の四角のボトルに入れられ、ボトルの表面には17世紀の統制ボトルをイメージしたクラックルパターンというひび割れ模様がデザインされている。ありがとうございます。